東京医科大学病院学校法人東京医科大学は東京都新宿区にある学校法人2018年7月4日東京地検特捜部は文部科学省が行っている私立大学支援事業の対象校に選定されることへの見返りとして自分の子供を東京医科大学の入学試験で不正に合格させたとして文部科学省科学技術 学術政策局の佐野太支局長を受託収賄の疑いで逮捕した。局長の逮捕について、林吉正文部科学大臣は、現職職員が逮捕されたことは誠に遺憾で、捜査に全面的に協力したいと述べ、文部科学省は局長を7月4日付で解任した。私立大学支援事業選定の依頼や不正合格の決定には、東京医科大学の理事長、 および、複数の大学関係者が関与していたことが明らかになっている。7月6日、入手過程を指示した疑いがある、薄井正彦理事長と鈴木守学長が辞任した。ABCD、文科省、佐野夫都市局長を、解任受託収案容疑で特捜部が逮捕。朝日新聞デジタル、https、www. 朝日 .com、アーティクルズ。 ASL 七千四百六十五 X 四リットル七十四チルレイサン。FTML 二千十八年七月五日閲覧。東京医大の理事長が不正合格決定。女性以来のお見返りに、朝日新聞デジタル、httpswww。朝日。com。アーティクルズ ASL 七百五十五 QWLL 七十五チルレイヨ THTML。 イヤーフ、イコール PC 鈴デート2018年7月5日、閲覧。東京医科大、理事長、学長の辞任発表会見で、説明避ける朝日新聞2018年7月6日。ありがとうございます。